ライラさん、カルライリさん、こちらにどうぞ。こちらに座ってお待ちください。先生、お願いします。はい、こんにちは。よろしくお願いします。お名前は？平愛理と申します。平愛理さんね。はい。生年月日は？1984年12月12日です。昭和が、出てくる？あ、昭和59年。昭和59年の12月12日です。12月12日、男女、あ、女ですね。住所は？言いたくない。あ、東京です。あ、東京ね。はい、大雑把にですよ。電話番号は？電話番号は03ね。3617では言わなくていいですよ。LINE やってますか？LINE LINE やってますか？やってます。あとで聞きますんでね。で、どんな症状ですか？ちょっと熱っぽくて体がだるいんです。体だるい、はい、ちょっと脈拍見。びっくりした。私は医者ですから、ね、ちょっと脈拍見ね。脈はそんな異常ないですね。ちょっと口開けてください、はい、喉を拝見します。はい、ちょっと喉赤いですね。風邪かもしれませんね、はい、ちょっと聴診器が出るんで上着脱いでください。え？え？いや、聴診器で見るんで洋服脱いでください。今ですか？え？今これやっちゃうと聞こえなくなっちゃうんで。今ですか？先生の前でですか？私医者ですよ。ここ病院ですから恥ずかしいことありませんからね。はいはい、はい、じゃあ抜いてください。でもね、一応、洋服の上から見れないんでね、恥ずかしい。あ、たまにそういう方いるからね。じゃあ、分かった分かった。先生がもうな、先生も脱げば恥ずかしくないな。そういうもんだ。自分一人で戦うのは恥ずかしいな。若い子がな、よし、さあ脱いだ、よし、よし。はい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 。いや、それも脱がないとね、じかに肌こう当てないとダメなんで、これは聴診器というのは。だけど。なんで？まだ恥ずかしい。本当に。先生も脱ごう。な、先生も脱いじゃえばいいんだ。ほら、恥ずかしくない、私は。全然恥ずかしくない、私は。なんでさっき言ったでしょ、直に肌当てないと見れないんで、これ。はい、それも、先生ね、これも抜いちゃって恥ずかしいけど。はいはい、もうね、大丈夫、ここは病院なんだから。はい。なんでそれじゃ見れないんだな。それ あと一枚だね。先生、これもうるさいか。これでじゃもう何も恥ずかしいことでいいから。厚着だね。
あとそれ、それも脱いで、それ脱いで、最後一枚脱いで。うん。え？やだ。死ぬほど言うな。もういいです。別の病院行きます。アンディよ、見てけよ。おい脱げ、ほら。